日本製の鉄道がアメリカの首都を走ります。ようこそ日本すごいですね TV へ。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。ぜひ最後までご覧くださると嬉しいです。さて本日のテーマは、日本の鉄道が中国を倒し大型契約を獲得、日本製に決まった途端米国が歓喜の渦にをお送りします。ワシントンメトロに日本製新型車両が導入される。皆さんは日本の地下鉄車両8000系をご存知でしょうか。正式名称英断8000系電車が営業運転を開始したのは1981年の4月1日のことでした。当時は低都高速度交通英断の電車でしたが、2004年4月の英断民営化に伴って東京地下鉄に継承され、現在は半蔵門専用の車両になっています。そんな地下鉄車両8000系について、今年の3月17日に日立製作所と日立レールワシントンがワシントン DC の地下鉄運営会社であるワシントン首都圏交通局と新型車両の設計・製造契約を結ぶと発表しました。日立レールワシントンはワシントンメトロ向けの新型車両として8000系電車256両を設計・製造します。そのオプションとして最大800両の設計・製造に関する事業も含まれており、その契約金は最大で22億ドル、日本円にして約2400億円に上ります。日立レールワシントンは8000系の製造工場をアメリカ国内に新しく建設する計画で、最初の車両の納入は2024年を予定しています。ワシントンポスト紙は、この製造業者の選定にはかなりの紆余曲折があったと伝えています。実は中国の大手鉄道会社もこの案件に名乗りを上げていました。ワシントン首都圏交通局の関係者との交渉も行われていましたが、安全保障上の観点から契約は見送られたのです。そして最終的に日立製作所が契約を勝ち取り、新型車両の設計・製造契約を結ぶこととなったのです。中国への情報漏洩を恐れたアメリカ。今回新たに製造される8000系は、現行の車両の回生ブレーキと呼ばれる、ブレーキ時に発生するエネルギーから電気を生むシステムが改良されています。また、リアルタイム情報などを表示するデジタル画面や、防犯のための高精細カメラなどを備えています。さらに、首都ワシントンを走行するという特性に合わせ、厳重なサイバーセキュリティ対策も施されています。それ以外にも車内全体に手すりを取り付けたり、携帯電子機器の充電用コンセントを採用するなど、利用者に配慮する工夫も盛り込まれています。今回製造に関する受注を受けた日立グループの鉄道システム事業は、米国内においてジョージ・ウェスティングハウスの事業を受け継ぎ、約100年にわたって旅客・貨物サービスを提供してきました。東西両岸に車両工場と信号機関係の工場を構え、現在までにメリーランド州ボルチモア、ハワイ州ホノルル、フロリダ州マイアミなどの各路線向けの車両を製造しています。日立グループは、今回の地下鉄8000系の車両の受注を足がかりに、同事業のさらなる拡大を目指しています。新工場では、8000系の製造と同時に、熟練工の育成にも力を入れる意向を示しているのです。この案件に最も意欲を示していたのは中国の中国中車です。中国中車は中国の2大鉄道車両メーカーが合併して誕生した会社で、低価格を武器に世界中で受注数を伸ばしてきていました。中国中車はハイテクを得意としており、客室層にタッチスクリーンディスプレイを採用しています。またインターネットとつなげてニュースや沿線の情報を映し出したり、走行データをリアルタイムで収集して故障予知を行うシステムを提案していました。しかし中国製の鉄道車両に搭載されるカメラや位置情報追跡システムなどによって、車両内の情報や鉄道運行状況が中国側に筒抜けになるとの指摘を受け、中国中車は選考から外されます。中国中車がハイテクを得意としたことが結果的に仇となった形です。そしてこうした選考の結果、最終的に指名されたのが日立製作所でした。すでに
英国や欧州でその存在感を示している日立ですが、この米国の首都ワシントンでのデビューをきっかけに北米での受注も増えていくことが期待されます。今回の決定にはその後も続々とアメリカ人たちから声が寄せられています。アメリカの反応、最高のニュースを届けてくれてありがとう。地域に新たな安心安全な車両が走って、換気システムの性能がアップして、スマホの充電ができるようになる。日本の新型車両はいいことずくめじゃないか。早くこの新型車両が走っているところが見たい。もっとも今までのワシントン首都圏交通局のノロノロした動きからすると、それが動き出すのは2050年代になってしまいそうだけど、メトロの石器時代みたいなインフラを変えてくれるのか。日本が僕たちの地域に投資してくれることを歓迎するよ。この8000系車両は何しろ日本製だ。メトロ史上最も信頼性の高い車両になるのは間違いない。このプロジェクトのおかげで街に様々な仕事が増えることになるね。俺も雇ってもらえるかも。昔はアメリカが自前で作っていたのに嘆かわしいね。仕方ないさ、アメリカの鉄道事業は自動車業界に爆撃されて今はペンペン草も生えないからな。新型車両のコストは旧型の7000系とほぼ同じらしい。だから金銭的には特に問題はないと思う。ちなみに日立は鉄道信号保安を手掛けるイタリアの企業を所有している。そういう背景事情もあって、全ての工程を彼らに任せることになったんだろう。重要なのはやっぱり中国企業ではないということだ。地元の議員はセキュリティ上の問題を懸念していたしね。米国で存在感が大きい日立が選ばれたのは多くの人にプラスになると思うよ。僕としては個人的に線形が好きだったな。今の車両より座席が多くて座れたし。俺はワシントンサブウェイのグレートなファンなんだよ。8000システムをサプライしてくれる日立にはサンキューだね。なんで扉なしの貫通路にしようとしないの？そうなったらきっとかなりのアップグレードになると思うんだけど。素晴らしいニュースだ。正直日立の車両とかは全然知らないんだけど、日本にすごい鉄道システムがあるのは知ってるよ。日本の鉄道メーカーの車両なら問題ないね。本当は川崎重工が良かったんだけど、ニューヨークの地下鉄で忙しいんだろうね。 DC の地下鉄はそれで断念したんだと思うよ。組み立て工場を DC に建設してくれるのはありがたい話だよね。仕事の選択肢が充実するのは本当に素晴らしいことだと思うから、こういう取引がもっと増えるといいよね。次の停車駅は未来。アメリカ人たちから日本の新型車両はかなり期待されているようですね。おおむねポジティブなもので埋め尽くされています。それだけ日本の最新の技術力や製品が信頼されているということでしょう。ワシントンメトロに未来を運んできてくれるという期待でしょうか。自国の企業が海外から期待され好意的に扱われるのは、なんだか自分のことのように嬉しくなりますね。ワシントンメトロに日本製新型車両が導入されることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴ありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。